バランです。今日は今回何回か動画の中でこのシェルフレーク12色セットを使ってきたんですけど、なかなか出番がないので、今回夏らしいモチーフを作るのにこのシェルを使っていきたいと思います。そして今日作るのがこの魚のモチーフです。シェルを使うってなった時に海っぽいものを想像したんですけど、このシェルの光沢が魚の鱗みたいに見えたので、今回はこの魚のモチーフを作っていきたいと思います。今回私がこうイメージをして作る魚は、虹色の魚っていう絵本があると思うんですけど、そのお話に出てくる魚の鱗は一部分が虹色になっているっていう話で、今回はその魚を少しイメージをして作ってみたいと思います。今日使うものは透明のレジン液、タカラネイルレジン着色剤、ブルー、バイオレット、グリーンの3色を使います。そして魚のモチーフの形を作るのが18ゲージの太めのゴールドのワイヤー、24ゲージの細めのゴールドのワイヤー、この2つを組み合わせて形を作っていきます。ワイヤーを20センチくらいに切りました。まずはじめに魚のこの尾びれから作っていきます。だいたい真ん中くらいから尾びれを作っていくので、一度こう半分に折って尾びれの大きさを決めます。で、今回作るモチーフは魚なので、あんまりこう複雑な形をしていないので、特に型紙などは用意しないで作りました。なので、もし作られる方はちょっとこう遊びながら、自分で形をこうくにゃくにゃ変えながら作っていただけたらありがたいです。尾びれの幅が決まったら、ここ2箇所を潰します。戻します。反対側も同じように潰します。これでなんとなく尾びれが完成です。で、今ここまでできたので、今度はお腹の部分を作っていきます。外側にワイヤーを曲げます。反対側も外側に曲げます。そうするとこんな感じです。そしたら何かこう曲線が取れるような丸いものを見つけて、で、魚のこうお腹の部分の曲線をこんな風に作っていきます。ちょっとふっくらさせたい人はふっくらさせたり、ちょっと細めがいい人はちょっと細めにしたりして調節をします。で、あとは形ができたところで、この先っぽをカットします。で、この先っぽの口元がしっかりとピタッと合うように調節をします。次にこの背びれを作っていきます。一度半分ぐらいで折ります。で、潰します。戻します。この上の部分のようにちょっと曲線をつけていきます。感じで形が作れたら、あとはこの上にくっつくようにカットしていきます。で、こんな感じになります。同じように半分に折ります。半分に折ったら潰します。戻します。この下部分はちょっとこう V の字のような形になっているので、この形でカットしていきます。つけるとこんな感じになります。私はこんな風に尾びれと背びれ、あと胴体を分けてワイヤーで作りました。
ここからは細いワイヤーを使って鱗などの模様を作っていきます。ワイヤーを曲線に合わせてぐるぐる巻いていきます。この曲線のワイヤーを半分に切っていきます。これを半分に切って鱗にしていきます。
ピアスやイヤリングではなくって単純にこの魚の形のモチーフを作ってみたかったので、今回はこんな感じの仕上がりになりました。何色のシェルでもすごく可愛くできると思うんですけど、ちょっとこの2種類は同じ似たような色を使ったんですけど、こっちはブルーのシェルを入れることでまたちょっとこう違う輝きが生まれたかなと思います。暖色系でも作りました。これはオレンジのシェルとホワイトのシェルを2色入れてあります。ワイヤーの使う量が少しいつもよりも多いので少し時間はかかったんですけど、たまにはこういったモチーフを作ってちょっとこう遊んでみるのも楽しいかなと思いました。今回作った魚のモチーフはせっかくなのでこういったクリップ式の金具にくっつけたいと思います。今日のこの魚のモチーフかわいいなと思ってくださった方、ぜひぜひチャンネル登録お待ちしてます。最後まで見ていただきありがとうございました。また次回の動画もぜひ見てください。ありがとうございました。